今さ、テレビゲームとかもさ、どんどんポータブル化してさ、こう、外出時にもできるようになりましたし、そのインターネットだろうが何だろうが、まあ外でできるようになりましたけど、これだけお願いしたい。セックスは家でやれ。昨日の夜さ、俺ん家からコンビニに行く一番最短ルートの路地みたいなとこがあるんだけども、まあ何通りか、何通りか行き方はありますよ。ね。一旦竹芝まで、タクシーで行って、ヘリで一気にこう、そうね、四国のね、土佐の方まで飛んでね。で、その後とぼとぼヒッチハイクと歩きで帰ってきてからみたい行き方も行くには行けますよ。うちのそばは。コンビニには行けるんですけど、その最短距離行く。マンションとマンションの間、路地みたいなとこがあるんですけど、そこんとこでセックスをしてらっしゃる方々がいらっしゃるんですよ。方々ってお二人ですけれども、なんかわかりませんけど、濃厚なセックスをなさってるんですよ。あったかいからかな、気温が。何なんでしょうか。ファミコンソフトを秋葉原から乗った電車の中で開けちゃうのよりも、もう人間としてダメですよ、そんなもの。大人なんですから、大人なのにそんなところでセックスをやっていいわけがないじゃないですか。で、ああいう奴らってすごいと思うのはさ、コンビニでさ、まあ、アイスやらいろいろ買ってきてさ、おいで、その路地に入ろうと思って、行きに通った時には、セックスをしてなかったか、まだマンホールの中だったか、どっちかだと思うんですよ。セックスだけにマンホールなんてことをね、今おじさんね、エロいギャグをこう言ったりとかしながらね、やってますけど、伊集院光こと花の係長が、まあそんなことを言ってますけれども、まあさ、その忽然としてあんだよ、それがよ。俺がこうコンビニ袋をね、ぶる下げて帰ってきようとしてたら、いやっつってさ、その、まあ、路地の長さ、マンション一棟分だからさ、まあ、なんだかんだ20メートルぐらいかな。で、入り口3歩ぐらい歩いちゃうじゃん。3歩ぐらい歩いてさ、で、そこはそのマンションの自転車駐輪場みたいになってるわけ。ね。あ、駐輪場って時自転車っていらないね。骨折して折れたみたいな話になっちゃうもんね。骨折した上に下駄の歯が折れた。だったら繰り返していいじゃん。で、その別の出来事だから、おいで。なんか、ま、セックスだけに駐輪場ですよね。そういう意味じゃね。すいません。ああ、が病気で。病気じゃねえし。ほいで、その、やってあるわけ、その駐輪場の脇っぺたんとこで、やってて。ほいで、さ、ちょっと通ろうと思ったらさ、もうなんか、あんあん言ってるわけ。あんあん言ってるから、なんだあんあん言ってるけど、これ何なのと思いながら、パッと見たら、まさかとは思うけど、セックスだって分かるわな、俺も大人だから、うわ、これセックスだわ、と思って。だけどさ、そこはさ、どっちかっていうと、通るのは正しいとこだから、俺が通る権利のあるとこだから、セックスをする権利のあるとこじゃないから、ね。そこがなんかもともともうさ、江戸時代からさ、あまりにみんながセックスをするから、マグワイ街道ってもう言われてるんだったら俺しょうがないよ。マグワイ街道で後から越してきたの俺だからさ。ね、それマグワイ街道のね、そのちょうどセックスをしてるとこが、その昔マグワイ地蔵村のあったところで、この、なんだ、マンションが建った時にどかされちゃったけど、ね、そこでマグワイ方が普通ですだったらば、まあしょうがないよね。マグワイ塚ならしょうがねえと思いますけど、で、今では突起しか残ってないというっていう感じだな。そう、俺が悪いよ。それ俺が悪いじゃん。そのマンションも悪いよ。そのマンション建設した会社も、そんな江戸時代から延々とまくわってきたところで建ててんじゃねえよ。いくら土地を買ったからって言った話だけど、そんな伝説は一切ない。ナイハイムですよ。ナイハイムとナイコーポの間を通ってるのに、やってやってさ、で、俺が、そこ何メートル、3メートルぐらい入ってきてるから、入ってきてるとこで、親やってるっていうのが分かっちゃったから、俺が引くのはおかしくない。だって俺が通る方が不思議で、そっちがやめんのが、正しいじゃん。で、俺もなんか分かんねえけど、立ち止まったりとか、その、振り返ったりしたら、俺の負けだっていう感じがするわけ。だって、通るのが普通のところだから、
ほいでもう2歩ぐらい踏み込んだら、あ、むか、なんだあれと思うんだけど、正確な描写していいですかね。まあ男の人はね、おっぱいをチューチュー吸ってんですよ。チューチュー、チューチュー吸ってんですよ、この人が。なんだろうね。もしかしたら、あそこまでチューチュー吸ってるってことは、セックスじゃなくて、巧妙なダッチワイフの空気を早く抜こうとしてるのかもしれないくらい、すごい吸ってるわけ。だってさ、俺は立ってて、あいつら寝てんだぜ。で、しかもそこのも目標までまだ2メートル、3メートルぐらいあんだぜ。その段階でチューチュー聞こえてるってことは、もうさ、その、俺からは暗がりで見えてないけど、おっぱい吸ってるようにしか見えてないけど、吸ってる、その横んところがもう黒い絨毯がごとくネズミ側の映画便みてえにいるんじゃねえかと思うぐらいチューチュー吸ってますから。なんかもうさ、こいつ吸いやがってと思ってるわけ。こっちは吸ってばかりいてと思って。これだからさ、男の方はさ、地面の方向いちゃってるわけ。女の方向いちゃってるから。地面の方向いちゃってて、もう おっぱい吸うのに一生懸命ない。おっぱいでいて一杯だっつって。ね、うめえだろっつって。ね、おっぱい出て一杯湘南の風風に言ってやがるから、こいつ、ダミ声で。これでさ、女の方が上向いてるからさ、向いててさ、それ、住民が来た感をキャッチしてんのにさ、睨んでやんの、そいつ気持ち悪い、もうでもこっち睨まれちゃったからさ、うおーって、なんかもう向こうの、何覗いてんだよみたいな感じになっちゃってさ。で、そうしても、おーって俺止まっちゃったから、止まった途端に俺覗き行為になる可能性がちょっとなんか俺なんか頭の中で、こんなことでこいつがキャーとか言った時に、どうなんの俺ってちょっと思っちゃった。それはすごい今考えても悔しくて悔しくてすっごいキーってなっちゃってるんですけど、もう U ターンしてこうやって、家まで、こうやって、戻って、後ずさりして、大通りまで出ちゃったわけよ。その、路地から。したらさ、このバカどもがさ、その女が俺を追い出したことに安心したんだと思うんだけどさ、ハードに動いてるっぽいわけ。それがなんでわかる？覗いてないよ。覗いてないのに、ハードにこいつ、ずんずん動いてんだと思ったのが、その駐輪場が、駐輪場に完全に入ると、センサーで電気がつくわけよ。その電気がついたり消えたりしてるわけよ。奥行ったり手前行ったりしてるのが、ペッカ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 なってるわけ。もうそれが腹立っちゃうやら面白いやらで、ね、多分男がグイグイ行くと、女の方が入ってペッてつくんだろうね。それで女がやばい、なんかつくことですごいこう恥ずかしくなるから、戻すんだろうね、あれね。で、戻してんのにちょっと行くからつくんだろうね。で、ムカつくのがさ、軽い遠回りして家帰ってさ、で、原稿書かなきゃいけない原稿があるからさ、珍しく机に向かってるわけ。で、そうするとその机の俺の前面にある冊子の向こう側が、ちょうどそのセンサーのライトなんだけど、3分に1回ぐらいつくわけ、これが。でさ、俺の中にあんにゃろ、まだやってやがるっていう、こう、俺にとっての、なんかあいつがまだあそこで交尾をしてるっていう、センサーとして働いてるから、もうしばらく集中して書いてて、もうちょうどその右の視界の向こうの方がバッツリあーニャロセックスニャロセックスしてると思ってキーってでロロ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 ロって言ったアローアローアローっつって変換をしてロロロロロってなんで変換をしてんでちゃんと冷静にだ今時そういう教育をしてないんだよね。おそらく昔はね、それこそまだ小学校なんかなかった時代とかにね、おばあちゃんとかおじいちゃんがそれとなく外でセックスをしてると靴下隠しとか出るよと靴下隠しとか出てまもういかにも何にもやってませんので帰ろうとした時にストッキングがなくなったりしてんだよってバッサや実際が教えササハサミがねえ夢中になってて気づかなかったけどクマササでケツがズタズタだよっていうズタズタだったとさトンカラシャンつって教えてくれたもんだけどさ今そういうの教えないからさそういうの教えない今のその教育はそういう外でまぐわったらいけないとかいうことを全く教えてないんだっていうまあ、証拠とも言えるニュースなんですけど
あの、常用漢字が新しくなりましたみたいなニュース見た今日。常用漢字の、また、いつもあるんだよな、あの、常用漢字の新しいのが増えましたみたいな。あれってさ、いつもさ、100個ぐらい増えて5個ぐらい減るんだよね。どんどん増えんな、そう考えたら。でも、そんなにこう、毎年すっげえ増えてんのに、今みたいなやつ。この嵐とか、え、今みたいな感じで増えてて。で、あれ増えると当然増えたってことは教えるってことじゃん。で、ちょっと思ったんだけど、まあ、その常用漢字の中でも、どのカリキュラムで教えるかみたいのをまた、その、偉い人が決めるわけでしょ。その常用漢字全部をとりあえずは中学出るまでなんだか、高校出るまでなんだか、社会人になるまでにマスターするのに、小学校の時までにはこれぐらいのやつを教えましょうみたいな話に、まあ、なるんだと思うんだけど、したらさ、俺の中でどう教えんだろうと思う。あ、新しい常用漢字の中に、あの、淫乱の淫とか入ってんだよね。淫、あの、みだらっつうの？みだらとか、あの手のやつが結構入ってて、今までじゃあ、俺たちはみだらっていう字は独学で覚えたってことだよね。そうだよね。あとね、なえる。なえるとか、あと、ぼっきのぼ。それと、またぐらのまた。あと、もてあそぶ。蹴る。蹴るはよくね。ねあと、鳥のつる。言い方だけじゃねえか。つるは別に普通じゃねえかよ。これをね、思ったのは、まあ、こういうのをおそらく、まあ、多分今回エロい人が、大臣の中にエロい人が入ったんだと思うんだよね、おそらくね。エロい人が、あれ入れねえ、男、変に女って書いてもう一回男で、なぶる、みたいな。それで、なんか顔面ワンパンもらって、女性議員から顔面ワンパンもらったりとか、まあ蓮舫にお前仕分けすんぞおめえよよ私の子供はマジコン持ってませんみたいなそういう感じで蓮舫にやられたとかまああったんだと思うんだけどこれ入ったからには多分教えるわけじゃんかそういう時に俺の記憶では国語の教科書ってすげえよくできててなんでこんな話なのみたいなさ、よくわかんないさ、ハマヒルガオっていう花がいっぱい咲いてる、潮だまりがあってみたいな。そこのところにタクシー運転手の松井さんっていう人はよく見に来てて、この小さな海が僕が一番好きだ、みたいな。これ多分本当にあったやつなんだけど、あと、赤十字の父、アンリー・デュナン、みたいな。アンリー・デュナンが、赤十字とかよくねみたいなのでできましたみたいなねそんなのをいっぱい教わる中でなんでこんな話なんて思うけど結構大人がすごい知恵使ってこの時期に覚えなきゃならない字をすげえその入れ込んでくみたいなその赤十字の父、アンリー・デュナンの時には病院っていう字をもう習わなきゃいけないから、その、病院ではみたい時に使っておいて、で、読み終わったら一覧表で今回出てきた漢字みたいのがいっぱいあって、それを漢字テストとかした覚えで、思い出があるのね。で、ってなると今回増えたやつを組み込んだやつを、小学校5年ぐらいの教科書に入れなきゃいけないわけじゃん。だってもう、もてあそぶこのいじるっていう字と、ね、勃起のボツでしょ。またぐらのまた、ね、陰、ね、なえる、そしてつる、ね、これをもう入れなきゃならないわけでしょ。ね、なんか、みだらな、ね、的なやつを入れなきゃいけないわけじゃないですか。でそうすると、こう、どういう物語になるのかな、みたいな。股間が鶴みたいになっちゃってます、先生みたいな。みだらなことを言うんじゃないのお餅を食べて寝なさい餅も入ったんだよ。餅も入ったから。ね。で、喉に詰まっちゃいました先生、喉にの喉も入ってんね。で、
その後、これ、あ、なんか、そんな、あなた、いい感じの、いい頃合いのタレントで、タレントを頭に浮かべて、やらしいこと考えたんでしょう。例えば、かずきさやとかのさも入ってるね。かずきさやのさも入ってるよね。で、あ、生唾を飲むの唾も入ってるでしょ。不法の不も入ってるから死んでしまいましたとさ、みたいな。こういう常用漢字を全部多分、新しいのがカリキュラムに入るごとに、その常用漢字の中から小学校7分これってあって、これを急に入れさせられるんだろうね。で、急にアンリー・デュナンが、ちょっとみだらな顔をしましたが、やめましたみたいな。で、私にはデュナンがみだらに見えましたが、それは私の考えすぎでしたみたいなやつを、ちょっとずつ入れていかないと間に合わなくなるじゃん。俺、入れる作業をすごいした。教育に興味があるから、入れる作業の人になりたい。やめてやめて、やめて